花も実もあるエドロポリスは800野鳥。闇に隠れて悪を斬る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。アニャンキーだ、俺たちだ。てやんでい。新プレー、好プレー、ヤンキーの弱点。ポップコーン、アイスクリームはいかがすか。ねえ、ちょっとウリコさん、ポップコーンちょうだい、ポップコーン。ご恩の神様、そのような遊び気分では困ります。これは憎きニャンキーを倒すための重要な会議でございまするぞ。とても重要な会議には見えないけどね。一体何をやろうっていうの。本日ご覧いただくのはニャンキーとの戦いを記録した映画でございます。ニャンキーの映画。戦いはまず相手を知ることからと申します。この映画を見て奴らを研究し、その弱点を探し出すのです。でもよくそんな映画が撮れたわね。実は密かにこのセミメカを使ったのでございます。説明しよう。ゲンダリ祭はエドロポリスのあちこちに小型カメラを内蔵したセミメカを飛ばしていた。それがニャンキーの行動を撮影していたのだ。なるほど、まああんたにしちゃ上出来だわね。は、恐れ入ります。ただいまより実録秘密忍者隊ニャンキーを上映いたします。映画ご観覧中のおタバコはご遠慮ください。始まりますぞ。じゃない。キャー、嘘嘘、私が主役なの。あら、カラマルもかっこいいじゃない。恐れ入ります。うん、このセンスにはついていけないわね。壊せ壊せ壊せ。何者。古来より悪の栄えた試しなし、教えてやろう。あ、正義の心で。出たか、幕府の犬どもめ。猫なんですけど。姿を現せ。この世にはびこる悪の影、撃ってくれよこの顔で。たとえいかなる闇だとね、払ってみせましょうこの顔で。我ら正義と勝利の使徒、秘密忍者隊ニャンキー。何が秘密忍者隊ニャンキーだ。ふざけやがって。お前らなど我らカラカラ一族の敵ではないわ。やれメカ竜。秘密忍者隊ニャンキー1号、通称ヤッタロウ。身長130センチ、体重35キロ。本名、出身地、弱点等すべて不明。ニャンキー2号、通称スカシー。身長150センチ、体重45キロ、その他不明。ニャンキー3号、通称プルル。身長130センチ、体重35キロ、その他一切不明。考えてみれば、いや考えなくても、私たちってあいつらのこと何にも知らないのね。ギョイ。次はニャンキーどもの必殺技アレコレです。ニャンキー忍法ピンボケフラッシュ。これはただの目つぶしですね。ニャンキー忍法メコ魂、それくる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 。こんな恐ろしい忍法を使える自分の才能が怖い。せこい忍術ね。ね、乙女の怒り思い知れ。
ないの。何これ。立体メガネでございます。これを使いますと画面が飛び出してドワーンと迫力アップいたしまするぞ。あさ、どれどれ。にゃー、確かにすごい迫力だわ。バーガーだ。ヤンキー忍法猫マネキン、いらっしゃい。バーガーだ。さて、この次が問題でして、提案でメカエド城を勝手にカラクリ屋敷に改造し、その上ウサ姫様を傷つけるとは、その罪許せん。説明しよう。ヤッタロウの正義の怒りが限界値を超えた時、妖刀マサマサの封印は解け、恐るべき力が解放されるのだ。カラバルは出たの、私のセリフを取った。恐ろしきは猫目すらし。ちょっと銀ちゃん、はい、あんた私を殺す気なの。いや別にそんなつもりはない。じゃあ今度はあんたがこのメガネをかけなさいよ。痛い、おかけなさいって。わしづかに、はい、毎度お騒がせしております。ただいまよりおいしい宅配ピザの店ピザキャット名物特急便が発車されます。皆様、白線までお下がりください。行きます。おっか、またピザ屋さんがお空飛んでく。そうね、たまには一切れぐらい落としてくれないかね。肘汚いね、おっか。なんなのこれ。いや、ははセミメカが撮影してきたもので、なんだかよくわかりませんが、この親子毎回出てくるもんですから、とりあえず。そう、コーンの神たちはこれがニャンキーの秘密基地であることに全然気がつかなかった。明日もエドロポリスは日本晴れだぜ。ニャ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 。まったくドジなんだから。さあ、あんなアホはほっといて早く基地に戻ろうぜ。そうね、私もお腹ペコペコ。基地ですって。戦いが終わって基地に戻るニャンキーをセミメカが捕らえたようですな。それじゃ奴らを追えば秘密基地の場所がわかるのね。うまくいけば奴らの正体も。おー、待ってくれ。ん、もうすぐニャンキーどもの秘密基地のありかがわかる。げんなりさい、はい、これはどういうことなの。肝心なとこで切れちゃったじゃないの。いえ、それがセミメカがここでパッコリ死んじまいまして。何してセミの命は7日間と申しますでしょうがに。くーもー、話になんないわ。はい、次何。今までに幾度となく我々の勝利を邪魔し、ニャンキーのピンチを救ったお助け忍者です。あ、さ、ちゃっちゃとやってやって、私は眠いんだから。いいぞ、ありがたや一号。やれやれ、ありがたや一号。お助け忍者力の神、助け立ちするでごわす。おお、力の神。お助け忍者の一人、力の神、おやつの大砲は破壊力抜群です。あの花火、おいどんの人気にしとばしとるでごわすな。宇宙としてやるでごわす。来るな来るな。
ないこと。面目ございません。次は水のことなら何でもお任せのお助け忍者ネッキーです。お待ったさん。ネッキー、これは土の中でも自由自在に動けるお助け忍者ゴッドンです。お助け忍者、あ、ゴッドン参上。マヌケね、あんたたちみたいじゃない。我々みたいとはかなりマヌケ。自分で言ってどうすんのよ。どうすんの。お助け忍法砂嵐。お先でゲス。そして最後はマッハ5で空を飛ぶお助け忍者ミエトルです。間一発だったでゲスな。おい、こいつスピードはすごいけど力は弱そうね。現代祭様、なんじゃ絡まる。ひょっとしてニャンキーどもは空を飛べないんでは。そういえば奴らが自分から飛んだところを見たことがない。では次回の戦いでは空から。うん。さらにニャンキーどものお助け忍者に対抗するため、我々カラカラ一族も闇の四人衆を呼んではいかがでしょうか。なんと、あのカラカラ一族最強と言われる闇の四人衆をば。そうすれば力は五分と五分。もう二度とニャンキーに不覚は取りません。よかろう、そちに任せる。はは。お、いかがなされました。この神様、何かご不審な点でも。こうして見てみるとね、うん、あんたたちって本当に弱いわね。何よこんな映画、ニャンキーのかっこいい活躍シーン見て何が楽しいわけ。ったく、だいたいね、私はどうなっちゃったのよ。主役の私が一回も出てこないじゃないの。私をおちょくってんじゃないわよ。もう一回。ああ、ちょいと、そうおっしゃられると思いましてな、実は幸運の神様の特集を。私が映ってんの。それもバッチリよ。それを早くおっしゃいよ。リー、届け先の目印はと。ここよ、ここよ、ピザ屋さん。ご苦労さん。これがヤッタロウのファーストキスだった。おい、何これ。もう何よ、こいつ完全に欠陥品じゃないの。我慢我慢でございますぞ。今ここでウサヒメが偽物と分かったら、せっかくの計画が水の泡。悔しい悔しい。やべ、悔しい。げんなりじゃん。意外といけるじゃない。衣装もぴったりだし、綺麗。まあ結構いいじゃない。この色、私の白い肌にぴったり。あんたね、この私に恨みでもあんの。げんちゃん。いや、それはセミメカメが、これはあんたが家族したんでしょ。ここつけ、ここつけ、お仕置きを。ビシバシ、ビシバシ、ビシバシ、痛い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 。これは、まあ、懐かしいニップルじゃないの。
の。娘をアイドルに仕立て上げ、そのマイクに催眠装置を仕掛けて人々を操るこの作戦は優れものでしたな。あ、そうそう、こういう時こそ立体メガネをかけなきゃね。ね、メガネ、プリンプリンのお尻ちゃんをフーアップで見ちゃうのよ。あら、人生、これは、止めろ、フィルムを止めろ、もう一度、今のところを見せろ。はっ。ありがたや一号、ヤンキーどもにお前の恐ろしさを思い知らせてやれ。もう一度アップにしてゆっくり見せろ。はっ。あれは、そうか、ヤンキーのエネルギーは太陽光線だから、夜は太陽電池を使わねば動けないのだ。何ということは、奴らは闇に弱い弱点さえつかめばもうこちらのもの必ずついにカラマルによって秘密忍者隊ヤンキーの弱点が暴かれてしまった。今最大のピンチがヤンキーを襲う。その頃やったのうたちは、ここんとこ暇だんな。暇を持て余していた。情けないぞやったろう。これでいいのか、秘密忍者隊ニャンキー。どうもすんません。やあやあや、みんな、今日のニャンキーの活躍はどうだったかな。さて、今回のメカメカ忍法秘伝帳はとっても陰険な悪の黒幕、老中コーンの神だ。名前は狐塚コーンの神。身長145センチ、体重25キロ。幕府ナンバー2の実力者で、将軍に代わってエドロポリスを支配しようとしているとんでもない悪なんだ。腹から一族を使って次々とヘンテコリンな作戦を実行するけど、結果はいつも同じ。ヤンキーにギッタギタにやられて一度も成功したことがないんだ。特技は変装。でもなぜか女の子にしか化けないんだ。もし君のお父さんがこんな趣味を持っていたらどうする？悔しい。興奮するとすぐ爆発してしまう間抜けなコーンの神。でも油断は禁物だ。みんな、これからも絶対にコーンの神の応援だけはしないでね。情熱を
戦状が来た。面白えじゃねえか。この挑戦、おいらどんなことがあったって受けるぜ。なんだあのメカは。それに闇の四人衆って一体。次回キャット人伝テアンデー、ニャンキー敗北、闇の四人衆現る。テアンデー。